皆さんこんにちは、ゆきです。今日は欲受験生の皆さんを悩ませる苦手教科との付き合い方っていう話をしていきたいと思います。私自身も皆さんからしたらすごい勉強得意な人っていうイメージかもしれないんですけど、受験生だった頃はその時々で結構この教科が最近できないなとか、この教科スランプだなとか、苦手だなっていっぱいあったんですよ。でそういうものにどうやって取り組んでいたかっていう話をしたいと思います。はい、まず受験においての大切な考え方を先にお話ししますね。よく聞かれるのが、得意教科を伸ばす方がいいのか、苦手教科を何とかすべきなのか、よく聞かれるんですけど、確かに勉強って得意教科の方が圧倒的に楽しいんですよ。得意教科がどんどん点数が伸びれば、かっこよくなれた気がしますよね。ただ、一般的には苦手教科をどんどん埋めていった方が絶対にいいです。点数的にもそうだし、メンタル面でいいんですよ。高3の後期とかになるとすごいストレスがたまる時期なので、そこでなんか苦手分野があったりとか、勉強終わってない分野があったりするとすごいそれが引っかかってストレスが増えるんですよね。なのでそういった面でも苦手教科をちょっとでも穴ができたらそれを塞いでいくみたいなイメージで、その時々の苦手教科をちゃんと埋めながら進んでいくのがいいと思います。とは言っても苦手教科って勉強するの嫌になっちゃう方多いと思うので、そんな皆さんに今日は苦手教科を克服できるんじゃないかなと私が思う勉強法のコツ2つをご紹介したいと思います。はい、まず1つ目なんですけど、朝一にやっちゃいましょう。多分真面目な皆さんは今日やることのリストアップとかをしてから勉強取り組む方も多いと思うんですけど、こういう経験ってないですかね。よし、今日は英語から始めて最後理科で終わらせるぞって思ったのに、午前中にやろうと思ってたものがどんどん伸びちゃって、午後にやろうと思ってたものが夜までかかっちゃって、結局最後にやろうって思ってたものに取り組めませんでした。そんなことが起こりうるので、嫌なものはとにかく最初に回してしまって、絶対にその教科をやらないと始まらないっていう環境にしちゃうのがいいと思います。朝一番の勉強ってすごい貴重なんですよ。一番頭も冴えてるし、絶対その日にちゃんと取り組む勉強になるので、そこに何を持ってくるかって大切なんですけど、個人的にはその時々で苦手なものを入れてあげるのが結構いいかなと思います。20分だけやってから学校に行くとかね、そういう工夫をされると絶対苦手教科から離れられない形になるかなとは思いますね。はい、苦手教科と向き合えるような勉強のコツの2つ目なんですけど、勉強といろんな勉強、教科と教科の間で苦手科目を挟んでしまうってやり方です。私他の動画で短時間コロコロ勉強法っていうのを提案させてもらってるんですけど、何かっていうと、いろんな科目とか分野を短時間でこうコロコロ繰り返しながら勉強を進めていくっていう方法なんですよ。このやり方を取り入れてなかったとしても、大体皆さん一日中ずっと同じ勉強をするってないじゃないですか。途中で教科を切り替えるタイミングがあると思うので、その切り替えのタイミング全てにおいて苦手教科を短時間だけ挟みながら勉強していくということです。例えばもう最近数学は苦手でどうしようもないっていう場合ですね、英語、物理、国語、科学っていう風に今日は勉強するぞって予定を立てていたとしても、英語と物理の間でちょっと数学を挟むし、物理と国語の間でまたちょっと数学を挟む、こういう風にやるといいと思います。ここでのポイントが短時間にしてあげるっていうことなんですよ。取り組むのが家でしょうがないような苦手教科なので、2時間も3時間もやってるとどんどんテンション下がるんですよね。なのでちょっと休憩っていう感じで、苦手な教科、嫌いな教科に取り組むタイミングを増やしてあげる、こうした方が勉強は取り組みやすくなるかなと思います。結局受験って苦手教科にも頑張ってたくさん取り組みました、すごいですねっていう経過は見られなくって、いかに自分をごまかしながら効率よく苦手教科にも取り組めるかっていうところがミソになってくるので、そんな風に工夫をされるといいのかなと思います。はい、ということで今日は苦手教科と向き合うための勉強のコツについてお話ししてみました。今日お話しした2つの方法は実際に私も使ってた方法で、結構いけてるんじゃないかなって思ったやり方なので、ぜひ今目をそらしたくなるような苦手分野、苦手科目がある方はトライしてもらえたらいいなと思います。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。